かるわかるわかるわかる、うん、はい、嬉しい嬉しい、気持ちいい、気持ちいいです、気持ちいい、うん、皆さんこんにちは、つみ美容室の武田です。今日はですね、新しいアイテムを手に入れました。ガーマローラです。これは肌の上をコロコロしてですね、代謝を上げましょうというものなんですけど、ちょっと届きたてなので今から開けてみますよ。ちょっとカンペを読みますけども、神経組織への優しい刺激による皮下組織の収縮、弛緩によりリンパ液の循環を促進させますっていうね、まあ、あの鍼灸治療の応用したものだそうです。こんな感じになってまして、わー、トゲトゲがある。トゲトゲ見えますか、見えますか、トゲトゲが、もっともっとトゲトゲ見えた、わかるかな、わかった、こんな感じです。でこれをねコロコロするらしいんです。まあ、メイク今私してますけど、メイク落として化粧水や美容液の前です。でこれをコロコロすることによって入りが良くなると、うん、はい、痛いのかな、ちょっといきますよ。あ、はい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 、あ、なるほどなるほど、そんなにビビることはないです。チクチク？チクチク、あでも、うん、パチパチほどのチクチクじゃない。 V3 の、 あのハリセットのセラムよりはチクチクしないけど、うん、多分それは力の加減だと思う。この確かに、おお。ほうほう、ほうほう、やっぱ力の入れようですね。力の入れようでチクチク感はだいぶ違うと思います、うん、ただ痛みを感じるほど力を入れないでください。でこれね、眼精疲労にもいいらしいんです。で目の周辺はまぶたとかはですね、この辺は、皮膚が薄いからちょっと注意して、で目の方向に向かうんじゃなくて目から離れる方向に安全のために使ってください。でこの眉間、あここですねとか、ここのここのくぼみのところがツボなので、少し強めに押さえた後に上の方向にちょっと強めというのが、あ刺さってる感じがしますね。気持ちいいです、気持ちいいぐらいの方がいいと思います。で、あとはこめかみ、数ミリおきにローラーを痛くない程度に置くようにしながら上下方向に移動させます。こういうことですね、うん、はいはいはい。でスーさんみたいに目の疲れがひどい時は最初はこう違和感を感じるかもしれませんって、で数回繰り返すうちに高いセラピー効果が得られますと、ここのマッサージのところに書いてます。で、まあ力入れすぎたら赤みが出る原因になったりするらしいんです。で、通常はまあその赤みが半日とか1日で引くんだけど、引かない場合はまずちょっとお医者さんに相談したりとかですね、あのマッサージの力を緩めたりしてください。週に3回ぐらいが目安の頻度でお使いください。中もこうやってゴリ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 せずにこういったらこう、うん、同じとこは行かずにそれが一通り済んだら今日のお手入れは終わりです。でこの後にお化粧水だったり美容液だったりを塗って浸透させてください。たるみに効くのか、たるみ毛穴ね、うん、そこが気になります。気になりますね、うん、まあ、なんせ私これ今日初対面なので、ちょっとこれからしばらく使って様子を見ようかなと思うんですけど、でこのダーマローラ頭皮のマッサージにも使えます。育毛剤の前に
シャンプーをした清潔な頭皮にこう全体にマッサージして育毛剤をつけて浸透させてください。はい、あでも今ちょっとポッポするっていう感じがする。へえ。なんかちょっとやってみて、スーさんやってみて。あ、気持ちいい。あ、気持ちいい。私めっちゃこう気持ちいい。え、結構力入れてます今。もっといきたい。あ、私このチクチク全然好きです。あ、へー。あ、気持ちいい。あ、おでこはまあまあ優しくしないと痛いかもしれないけど、うんうん、骨が近いからね。ここあ、ここ気持ちいい。あ、でもこれ後からチクチクくるかも。でしょ、うん、今来ません？今来たかも。今なんかチクチクの余韻がありません？余韻が来ました。あの血行促進された感がめっちゃありますね。わかる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 、うん、これなんかいいですね、うん、使い続けたいって思うやつですね、これ、うん、楽しみになるやつですね、ね。はい、じゃ今回ご紹介したダーマローラ、うつみ美容室のオンラインショップでご購入いただけます。皆さんもお試しください。